コスパいいい生き方ライフハックを探求しているリンナマンマですこのポッドキャストでは自分磨き SNS 運用マネタイズを軸にフリーランスとしてパラレルキャリアを形成していくための情報を平日毎朝5時に発信しています、えー、皆さんは誰かを幸せにしたいと思ったことはありますでしょうかっていうことはあるっていうかあるよね。あのー、ただそれって素敵な気持ちなんだけど。 もしかしたらその思い自体が間違ってるかもしれないという今日はお話をしていきたいと思います。誰かを幸せにしたいではなく実は大切な〇〇があるんですよね、えー、今日お話しする話を本当に理解していけばあなたにとって本当の幸せや本当の自己肯定感であったり自己満足であったり。 そういった自己実現がつながっていくと思うので今日の話をぜひ最後まで聞いていただきたいなと思いますまあ、いきなりなんですけどもあの偽りという言葉,が言葉がありますよね偽善の偽ですよねあの漢字を左と右にばらすと人のためと書いてませんかなんか漢字って面白くて意味があると思うんだけどどうでしょう人のために何かをしている人って偽りの人ですか偽善者ですか,ですか悪い人ですか違いますよね 人のために何かをしている人って、素敵な人じゃないですか。ところが、偽りという文字になるんです。なぜこの文字が偽りになるか、皆さんご存知でしょうか？でこれはですねあの。お坊さんの話を聞くと、ちょっと分かってくるかもしれないので、お坊さんの話をしたいんだけど、卓発って分かりますかね？あのよくお寺の前でこうお坊さんが立ってて、お坊を持ってあの、お椀を持っていてね。そこにお金を入れてもらったりとか。 まあ、ミャンマーなんかに行くと大きなお坊を持ってそこにいろんなねご飯を恵んでもらうという、まあ、修行があるわけですよ。この「卓発という、ね、修行の話をちょっとさせてくださいあの。これ本当にあった話らしいんですけど、まあ、あるお坊さんがですね師匠が弟子を集めて修行に行にくという話があったそ,うですそれはどういう修行かというと困った村に今から行くから、えー、そこでね、えー、まあその人たちを助けるんだと。 そういう修行に行くからお前らも集まれということで弟子を集めたそうです。で、あのー、まあ考えいいね、えー、自分の弟子がわかりました師匠。あの今から食材とかそういったものを集めて、えー、その困った村に施しをしに行きましょうって言ったらね、えー、その師匠がちょっとまあこう違うぞと俺はそんなこと言っていないと。じゃあその弟子がね、なんじゃあな何しに行くんですか。どうやったらその人たちを助けれるんですかって言ったらこう言ったそうです。 今からその困った村に行って、その人たちから、今から僕たちは施しを受ける。まあ、要は助けてもらう恵んでもらうという修行をすると言ったそうです。まあ,ある意味、それって困った人からカツアゲしてるみたいな映像が浮かびませんか？でも違うんですよね。お師匠さんはこう言ったそうです。なぜ、その村人の村人の人たちがね、えー、貧しくなったか知ってるかとえ分かりませんと。でもそれはね。 まあ仏教の考え方でいうと輪廻転生というねまあこう生まれ変わるという考え方があるのでその人たちは前にに徳を積んんでいないいなからこういう位に生まれてきたんだとまあ僕はあの旅が好きでインドなんかに行った時にまあインドにはカースト制度っていうのがあってまあインドのこう日本でいう名字ですよね名前を見ると大体どこのカーストの人かがわかるんです。 まあインドも結構露骨でカーストが低い人はもう前世悪いことしてるんだからみたいな感じでもうなんかもう街でもなんかその人たちを引き殺していくような運転をしたりとかですねもう人間扱いしないわけでしょまあ彼らの考え方で言うとそれは前世に悪いことをしたんだからしょうがないじゃんとまあインド人からすると今世徳を積んでねもう素晴らしい人生にして最後は灰にしなんて,言ってねガンジス川に流してくれみたいなまあそうすれば天国に行けるという考え方なんですよね。 ちょっと話戻しますけどその貧しくなった人たちは前世で徳を積んでないから貧しいなので今世徳を積ませなきゃいけないからその人たちから施しを受けるというこれ修行らしいんですよね。すごい考え方じゃないですか。そしてそこにいる子供たちは人の人を喜ばせるという喜びを知らないと。 あの僕真の幸せって何かっていうといろんな幸せがありますよ。例えばだ彼氏に優しくされたとかおいしいもの食べたとか欲しいものを手に入れたとか幸せの形はもういっぱいあるし正解はないけど本当の本当の一番深いところの幸せっていうのは何かっていうとこれはもう全然偽善でも何でもなく誰かを笑顔にしたい誰かに幸せになってほしいっていうのがまあ究極的な幸せだと思うんですよね。でもこれって自分が豊かじゃなないいとそう思えないし あの自分をにこう栄養を与えてないとそうならないじゃないですか。まあわかりやすく言うとサプライズ誕生日。サプライズをされる方も嬉しいけど、サプライズ誕生日を企画している人が一番楽しそうじゃないですか。まあそんな感じで誰かを喜ばせるっていうこうマインドそういう状態になってる人こそがもう究極の幸せなんじゃないかなと思っています。まあ、このお坊さんは卓発というものを通じてこういう修行をしたそうですね。まあ、同じような例で言うと例えばこう彼氏を喜ばせたい。 彼氏に美味しいいしものを食べさせたい自己犠牲をしてでもその彼に喜んでほしいとか思っちゃってる人が結構いると思うんですよ。で僕にとっていい女の定義っていうのは何かっていうと俺はこの子のために身を粉にしてでも頑張りたいと思わせてくれる女性が本当に男性から見ると究極的にいい女性なんんじゃななないかなと思うんですなぜかというと男だってその子の人を喜ばせたいっていう思いがあるわけですよ。 その思いをコントロールすると、ある意味キャバクラになったりするわけじゃないですか。その人を喜ばせるという喜びを奪ってはいけないわけですよ。でも、彼氏を喜ばせたいが強すぎると、それを奪ってしまう。だから、その男性は浮気しちゃうみたいなことが起きうるのかもしれませんね。まあ、あとはボランティアにハマる人、ボランティアにハマってしまう若者みたいな人たちが結構いるんだけど、この人たち、まあ、みんながみんなじゃないし、それって素晴らしいことなんだけど、まあ、結構な割合で話をしていると。 自分がが生まれてきた意味わかからないとか自分の存在価値がわからないだからこそせめてこの今世で誰かぐらいは喜ばせてあげなきゃいけないと思い込んでる若者って結構いると思うんですねでそれは素敵だし素晴らしいことだけどその人の両親とかを見るとめちゃくちゃ心配してるわけですよ仕事も行かずに何してるんやろうかみたいなそれって一番近い大切な人に不安を持たせてね人を喜ばせたいなんてそれこそ偽善になりませんかね 本当のボランティアっていうのは自分が豊かでゆとりがあって暇だからちょっと手伝わせてくれと。俺もそういうなんか自己満足じゃないけど、そういった幸せを手に入れたいから手伝わせてくれんかっていうのがまあ、究極のボランティアかなと思っています。あのー、駅前でね、あのー、こう募金を集めてる学生に僕一回言ったことがあるし、ツイッターで一回炎上しちゃったことがあるんだけど、あのー、すごいね、君たちこれ1日経ってていくらぐらい集まるのって言ったら、まあ、2、3万は集まると思いますと。 で10人ぐらい立ってたわけ素晴らしいね何がしたいのって言ったらいや困った人に寄付を集めたいとあじゃあお金をあげたいんだねじゃあさこういう考え方はどうって言ったのねでそれはあのここにいる10人がアルバイトに行って日雇いのみんな日当1万円稼いできたら10万円じゃないみたいなじゃあここに立つことも素晴らしいかもしれないけどみんながバイト行って10万円入れた方がいいんじゃないって言ったらなんか顔が引きずってましたけどでもそういう考え方もありだと思いませんか まあまあこれは僕の今の自分に言い聞かせていることなんだけど欲しいものを買ってあげたら喜んでくれるその喜んでくれる顔が見たいから僕は買っちゃいがちだしあとは子供にはもっと幸せでいてほしいというなんだもう親のエゴですよ、ね、僕自身も自分自身は頭をぶつけながらここまで来て。 まあそれは失敗じゃなく振り返ったら全部経験だったしその筋トレみたいなことをしてきたから今の自分があるわけですよ。それを奪うってこともよくないなと思います。じゃあね他者を幸せにするって何なのかですよ。それはもう簡単にシンプルに自分が幸せになるってことなんです。For you 誰かのためという土台は「for me」だと思うんです。 誰かのために行きたいという家を建てたいんだったら、基礎となる土台はフォーミー自分が豊かで潤ってなければ誰かのためになんかできないでしょ。どうですか僕がこうもう空腹でもう餓死しそうな状態で高級なお寿司を買ってきてね食べてくれって来てもいやいや一緒に食べようよっていうか食べてよむしろっていう食べづらいよって話になりません。でも俺がさもうお腹いっぱいで食べれないからこの寿司食べてくれんって言ったらでも全然食べてあげるよみたいな気持ちになりませんか。 つまり自分が豊かで潤っていなければ誰かのためなんていう生き方はできないわけですよ。誰かを幸せにしたいという気持ちはまあちょっと言い方悪いかもしれないし語弊があるかもしれないけどある意味なな思いなのかもしれません。成功者はねわがままな人多くないですかわがままっていうのは我がままなんですよ。自分が自分らしく生きる。 それをを見ていてい誰かのに影響力を与えたり例えば大谷翔平選手は自分でこういう野球をやりたいという夢があるわけじゃないですかでもその夢を追いかけている大谷選手の背中を見て手術を決断した子供がいたり全然言ってることとやってることは違うわけですよ別に手術をさせたくて野球をやってるわけじゃないんだけど大谷選手は自己実現に向かって夢に向かって夢中に走ってる背中が誰かの希望になったりするわけですよねだからこ,こそこのわがまま我がままっていうのはすごく大事なことだと思います。 もっともっと自分を幸せにしてあげましょう例えばね具体的に言うと欲しいかったものを買ってみるとか本当に食べたかったものを食べてみるなんか食べれるものってなるとくら寿司かなでも本当に食べたいものは握る寿司屋かもしれませんよね一回行ってみましょうよまあ1,2万で食えますよ皆さんもちょっと無理したら食えるじゃないですかで例えばその靴とかもね 女性でいうと3万円のなんか、ね、ダイアナの靴を買ってみるとかルブタンの10万円の靴とか頑張っったら買買えるるじゃないででですすかローンで買ってみるわけですでそういうのを履いてるとどうなるかっていうと私ってこの靴の方が履き心地的にもなんかいでたちも自分に合ってるのかもしれないっていう,こう身の丈が変わってくるわけですよね。 まあ昔こんな話を聞いたことがあるけどバーゲンセールっていうのは悪いことじゃないんだけどそのワゴンの中で買えるものを買うんじゃなくてそれが本当に欲しいものだったら買っていいけど買いたいもの自分にとって欲しいものを買いなさいという話がありましたえ自分に栄養を与えるということが他者に栄養を与えていくということだと思いますのでそのあたりを意識してください最後まとめていきましょう人のためと書いて偽りだよという話をしました誰かを幸せにしたたいんだったら 例えばこういう人いるじゃないですか誰かを幸せにしたいと思うから私は看護師になりましたとでもこれって素敵なことかもしれないけどその看護師っていう仕事は変わりもいるわけですよね使使命命とといううのは命を使うと書きますあなたたたは何何者ででをすするために生まれてきたんですか、まあ、さっきの例で言うとねそれは看護師をするためではありませんよね仕事というのは一つのそれの表現でしかないと思うんですそれを全てにしてはいけないと思うんですよね もっともっと自分を愛して自分を潤わせてあげましょうえ自己肯定感がこれをやっていくことによって上がっていきます自己肯定感が上がっていくと自己需要と言われるねもうもう自分で最高じゃんっていうあふれるこう感情に到達することができますよねそれこそが幸福っていうことだと思うんですぜひね今日の僕の話を聞いてすぐ本当にやってみたかったことを今すぐ一つやってみませんか え下のこえ概要欄にね、公式 LINE の URL を貼っておきますので、ぜひ登録してご活用ください。それでは次の放送で皆さんにお会いまたお会いできることを楽しみにしています。リンダマンでした。またね。